戦国時代、多くの英雄と勧誘仮名を馳せましたが、増田長盛という名前は少し影が薄い。彼はどんな人物だったのでしょうか。豊臣秀吉がこの世を去った後、長盛は反徳川家康の立場を取ったと一説では言われています。文献によれば、家康に対する弾劾の書状を発行し、西国の大名に西軍への加担を求めていたとも。しかし、ここで興味深いのは、同時に家康にも何らかの情報を提供していたという話。この部分は確証がなく、真偽のほどは不明です。このような二面性は、長盛が戦国時代の複雑な政治風土に巧妙に対応していた可能性を示しています。一体、増田長盛は何を考え、どのような目的で行動していたのでしょうか。その答えは今もなお歴史の闇の中に埋もれています。